アスレディオ。さあ始まりました、アスレディオのお時間です。おはようございます。おはようございます。おっと今日もゆうまくんの声がしましたね。おはようございます。あ、昨日もいたよ、ね、昨日も朝からすごく、まあ、朝の雰囲気変わってたの。朝と言ったら僕と言っていただけるように頑張りたいなと。エネルギッシュなゆうまくんが今日も来ております。すごくなんか街全体が明るくなったんじゃないかって思わせるぐらいすごく元気な朝を迎えておりますが、ありがとうございます。いやもうゆうまくんはいつも元気なんですかね。もう24時間、24時間エネルギーを切らさないってことが僕の人生の理念ではあるんで。そうなんですね。だいぶ熱くしてた。あ、そう、ね、元気がなくなったらあいつに会いに行けばいい、またこのラジオを聴きに行けばいいっていうぐらいの存在感のエネルギーを発揮していきたいなと、はい、確かにそう思っております、はい、なんかこういうのやってると、ツイッターとかインスタグラムとかもそうだけどさ、はい、なんかこう、会ってないんだけど、会ってるからね、向こう側ありますよね、うん、まあ、毎朝、確かに勝手な親近感を湧いちゃう時とかもありますよね、うんうんうん、たまにラジオ聴いてるよって言われるとすげえ恥ずかしい。やっぱ言われることありますか、街とかでも。ほぼない。ないですね。僕人に会わないから基本。ああそうか。なるほどね。なんかあ、足だってなるとこは必ずあるじゃん。大体そこに行く場合に分かるんだよ、大体。分かるんですよ、感覚的に。そう、大体そう。なるほど。それはもう経験者にしか分からない。経験者にしか分かんないですね。そんなところですかね。まあでも多分ゆうまくんもこれからラジオに出てくるときっと僕もすごく身近な人たちに、方々に聞いてるよっていうのは言っていただけるので、はい、本当ですか。いやすごくそのだからライアンは身近な人が聞いてるってことを忘れて収録はさスタジオでさ2人喋ってて、はい、そこのまだラジオ始めたばっかの時に、はい、身近な人が聞いてるっていうのは忘れてで、その前になんか飲み会とかで俺ラジオやってるとかでいろいろ自慢しちゃって、いやそのラジオの中で僕が女を落とす戦略みたいなことで偉そうになりました。発信するべきない場所で行ってしまったっていうことはまあ過去にありまして、はい、そういう失敗があるっていうことで、ちょっとまあ良くも悪くも等身大というちょっと気をつけます。いや気をつけていただいて、はい、はい、っていうところですね。はいはい、それでは今日も質問の方に行きたいと思います。今日は仕事関連の質問ですね。自分が今ビジネスモデル事業計画を作っている上でアシャさんにお聞きしたいことがあります。うん、採用とトレーニングについてのご質問です。うん、過去にラジオを聞く中でアシャさんはマネジメントとは採用であるとおっしゃっており学ばせていただいております。ただ仮に採用条件レベルが高い場合はスケールしていきたい中で基準が高いからこそ人材不足にぶつかりスケールが滞る可能性があるとも感じています。そこで私はその人材不足を解決するためにトレーニング期間のレベルの向上や言語学科とそこに磨きをかけることが重要と考えているのですが、今でもアシャラさんはビーツに入社して、方々へのトレーニングとマネジメントの方法に磨きをかけ、採用条件レベルを後々落としてでもビーツというサービスのレベルが低下しない人材育成をできるカリキュラムを作るために思考を改善していますでしょうか。事例としてディズニーランドで働くキャストさんの9割はアルバイトの方で採用方針として基本全員採用というスタンスを取っているようです。それはトレーニング期間に対しての言語化が相当高く教育体制が整いきっているからなのだと感じました。お答えいただける範囲でよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。全てが間違ってます。あ、全てが間違ってますか。全てですか。全て、なんとすっごいいい感じに質問していただいてます。全てが間違ってます。なんと全てが間違ってます。すごい素敵な間違いです。なるほど、これすごく素敵。なんでこんなにはっきり言えるかっていうと、すごく素敵だから。素敵だから。逆にまずディズニーランドがやってることは全く真逆です。ほう、真逆を言ってる。でも多分その方は多分ディズニーランドがそうやってると多分どっかから聞いて、はい、ああそうなんだってなったわけでしょ。もうその時点でもうディズニーランドももう 大勝利だよ。大勝利、なるほど。応募したら全員働けるわけないやん。まあそう、まあ、そうです。そんな甘い世界ではないです。わけないやん。で、採用か育成で言ったら 100% 採用です。100% 採用。 100%? そこまで言い切れるんですか。
言い切っちゃいました。言い切っちゃいました。はい、ありがとうございます。すいません、言い切っちゃいました。なんで 100% なんですか？いや、もう 100% かな。なるほど。でも、採用ってなかなか難しいと思ってて、例えばディズニーランドのキャストの方だったら、まあ、とにかく元気があれば採用できるのかもしれないけど、うん、まあ、ビーツっていうのは、うん、まあ、エナジストであれば今だったら 600% いう基準を達成しないと、もちろん入社もできないし、そのエネルギーであったりだとかすごく気持ちがいいっていう、やっぱりそのマネージメントっていうのを、あのマネージメントっていうのを管理っていうことだけで話をすることもできないし、採用っていうだけで話をすることもできないし、サービスっていうことだけでも、あの話をすることできなくて、マネージメントがもう全て含めて360度周りがぐるっと見てマネージメントなわけ。例えばそのディズニーランドで言うと、その元気があればじゃあ採用しますよ、でもこれ元気があるやつがディズニーランドで働きたいっていう環境を作るのは誰も、まあ、それはまあディズニー、それはディズニーランドや、うん、そうです、俺とディズニーを始めるとするディズニーランドの方々でしょ。そうですね、マネージャーの人たち、はい、だからまず一番はちゃんとここで働きたいっていう人が出てきたりとか、働いても安心だっていう制度を作ったりとか、この人たちみたくなりたいっていう憧れを作るっていうことが、まずマネージャーが一番最初にやりたいこと、やるべきことなわけ。なるほど、要はブランディングってことですか。そう、だからみんながあの採用したい採用したいって、その採用のノウハウをみんな話をするんだけど、その前にお前は憧れたい人になってるのかっていう、あなたみたくなりたいんです、ビーツみたいになりたいんです、ビーツで働きたいんですっていうのがなかったら、そもそもさ入社したいですって人は来ない。確かに、なるほど。なのに多くの企業がやってるのは、その全く自分がポンコツで会社の理念も会社のブランドも何もないのに、なんか一緒に働きませんか、お金払うんで、これ結局やってることアルバイトと変わらない。なるほど、お金で解決しようとしてるんですね。なるほど、労働してください、お金払いますっていう、それもアルバイト。はい、でもディズニーランドは一応給料形態がアルバイトだけど、全員もう超ディズニー。超ディズニー。いや、そういう、そうですね、あの皆さんも、ね、そう、ビーズとかも社員じゃないけど超ファミリー。だからじゃあどっちが大事なんですか。なるほど。っていうふうに、その育成だけじゃなく、採用だけじゃなく、そのブランドだけじゃなく、プロモーションだけじゃなく、ファッションだけじゃなく、それを全部ぐるっと見るのがマネージメントだから。で、その彼、もしくは彼女の質問者さんが言ってるのは、はい、採用のレベルを落として育成に力を注げば、うん、これは組織は必ず悪い方向に進みます。ああ、そうなんです。必ず、はい、だから何回も言うように 100% 採用って、だからめちゃめちゃ素敵な人間が入社してくるように全てを作らなきゃいけない。なるほど、入り口をちゃんとしなきゃいけないってことですね。そう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 。なるほど。じゃあ例えばすごい強豪校に入って、自分はずっと野球やってて、この強豪校で入ろうって言ってたけど、3年生がタバコ吸ってるとか、なんか全員グラウンド整備しないとか、監督のこと誰も聞かない、うん、ってやったら、めちゃめちゃ能力の高いとこ、大谷翔平は隣のバスケ部入ってると思う。ああ、確かに。だから本当に優秀な人間が働きたいっていう環境を作りましたよ。なるほど。優秀な人間が入ってきたらそうなるってことじゃないわ。優秀な人間が最も喜ぶような環境を作んないと。ああ、なるほど。そう、優秀じゃない人間が喜ぶ環境を作るのは、それは政治家にやらせればいいんだよ。それで言って、芦名さんはもうビーツを作る、まあ今はもう4期目に入ったんで、もういろいろブランディングはある程度出来上がってると思うんですけど、一番最初に創業した時っていうのは、もうこういう形でいくっていうのをバーンと決めた上でビーツを始めたんですか。ブランディングというか、それしかない。それしかない。そう、それは具体的に言うと、どういう形、どういうのを大事にしようと思って、自分、他の会社にいる自分がパコってビーツ見た瞬間に、絶対ビーツの方がいいって心から思えるかどうか。なるほど。それを具体的に言うと、かっこいいとか稼げるとかっていうところだったんですか。だ、全部そう。それがだからもう全部のバランスがあるじゃん。はい、それは、じゃあ稼げるっていうことだけでも良くないし、はい、なんでかっていうと、稼げるけど、なんか、キモいやついるじゃん。いますね。あ、そう。だからそういうのも、もう全部ちゃんとバランスを見て、もう360度的に、
からこの球体をどの角度から見ても素敵だっていう球体を作らないと、それはマネージメントができないわけ。なるほど。でもみんなこっち一点側から見て、ほらこの商品いいじゃないですかって言って会社作っちゃったりとか、このサービスいいじゃないですかって作っちゃうんだけど、でも360度的にもう完成させましたよね。なるほど。全部が素敵ってなった状態でこうするのが一番美しい。でその素敵な球体の中にどんな素敵な人間を入れていくのかっていう、それが地球じゃないか。一気にスケールがでかいそういう、確かに地球は丸いですね。そう、そういうことなんだよどっから見ても丸いやん、絶対に。確かに絶対に丸い。美しいですし、ね、美しいんだよ。そこに住んでるのが人間でしょ。なるほど。なるほど。確かに銀河系で地球が美しいですね。会社の話しないから地球の話しない。あ、地球の話にスケールアップしたやつ。そうそう、スケールが全然違うぜ。なるほど。この質問者さん の, そのまずは時間をかけた方がいい、ちょっとなんか 急がずにまずは見え方とか会社のなんかブランディングみたいなのに時間かけた方がいいっていうアドバイスになるんですかね全く違います。あ、違うんですね。どうしていけばいいんですかね、この、言葉としてすごく大事なのは、これもう絶対教えたくないことを教える。おお、ありがとうございます。聞けないことを聞けるかもしれないです。すごく大事なのはブランド、はい、プロモーション、うん、ファッション、この順番に、企業っていうのはこの順番に全てを作っていかなきゃね。ブランド、プロモーション、ファッション、はい、で、この順番が逆になったら終わり。あ、そう。逆になったところから短期的繁栄以外ない、絶対に。ブランドっていうのは、はい、どっかで何回も話してるし、影響力の鍛え方にも書いてあるけど、はい、その信頼ね、うん、はい、つまりどうやって信頼をデザインしていくのか。でもみんなが言ってるブランドっていうのは、僕からしたらファッションなわけ。あブランディング、え、インスタグラマーでブランディングだって言うやん、はい、自己ブランディングがあれただファッションやん。中身ゼロ、外側だけっていう、それファッションでしょ。確かにそうです、うん、でも絶対に人間も事業も必ず長期的に反映し続けるとして、そうというのはこのブランドっていうこの信頼が一番大事なの。なるほど。で、この信頼があってから初めてプロモーションっていう、人に伝えるっていう要求になってくるわけ。なるほど。自分が完璧に信頼できるようになってきて、僕ちょっと実は素敵なんですよっていうことになるわけ。あ、準備を万全の状態で、そうするプロモーションをコツ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 やることによって、今度じゃあ次ファッションの領域に行こうかって言って、うん、一気にその中身関係ない派手なことだったりとか、このファッションに勝負出るわけ。って言った瞬間に中身があるから、はい、でプロモーションでこの中身を信頼してくれた人も含めて全員口コミしてくれる。あー、ほう。で、ビーツだったら従業員が50人で、そこのユーザーが4000人、はい、したら従業員で、これ普通に従業員みんながやるのは従業員3人でファッション作ろうとするやん。そうですね、確かに。ブランド作らないで、はい、はい、だからうまくいかないわけ。うまくいってもボーンと上がって次のおっぱい出すのなんか出てきたら終わるわけ。あー、なるほど。やってしまうんですね。でもブランドで50人でブランドをちゃんと作って、はい、信頼とちゃんと作って4000人のユーザーがそれを信頼してくれて、でそしたらもう4050人すでに、そうですね、で4050人で思いっきりファッションの領域にバーッと仕掛けたら、だからこうドーンっていくわけ。なるほど。4000人でいくっていう考えなんですか。だからこのブランドを作ってる間にもう何人もファッションの領域に突っ込んで、うわーすごいファッションファッションってチヤホヤされて、それをずーっとこれは短期的だって思いながらも、でも彼らはすごいチヤホヤされるわけ、はい、っていうことをずーっと耐えながらブランドひたすら作り続けるっていう、もう職人芸なわけ。確かに圧倒的に多そうですね、ファッションにすぐ行ってすぐにっていう。で、これはやっぱみんなファッションってやっぱそういう承認のされるスピードがすげえ速いから。なるほど。だからみんなその安きに流れちゃう。なるほど。大体授業やりたいっていう承認欲求の塊ですもんね。そう。だからもう一層でそこに行っちゃうんですね。だからやっぱり1代で成功する人ってのは、はい、で2代目3代目4代目ってそのレガシーのある企業っていうのはそれを分かってるちゃんと。そういうところちゃんと気づいてるわけ。あ、なるほど。派手なことする必要はないですよ。まずは信頼ですよ。まずはあの株主総会記者会見で頭を下げますよ。あ、そして私たちがやってることが素敵ですってテレビ CM を打ちますよ、プロモーションしますよ、それがファッションになればいいですねぐらいの感じ。なるほど、すご
ごい勉強になるな。それをみんな60年とか70年、80年かけてやるわけでしょ。はい。でそれをやっぱ1台でやるってのはこうなかなかやっぱ簡単なことじゃない。で、そういうことをちゃんとアメリカのシリコンバレー系の人は勉強してるかしてないか分かんないけど、そういうの分かってる人はちゃんとこううまくいくんだよ。あ、なるほど。だ、有名な話で言うとマーク・ザッカーバーグとか。そうや、マーク・ザッカーバーグとの、あの共同創業者みたいなやつがいて、そいつはあのもうとにかくマネタイズしようっつって、もうプロモーションとファッションの方に走ったわけ。うん。でもマーク・ザッカーバーグはいや、ブランドが大事だ、うん、ブランドが大事だと彼が言ってることは僕は見てないけどね。そのマーク・ザッカーバーグはいや、もっとサービスのクオリティを上げないと今後どうにもならないっつって、クオリティを上げろっていうマーク・ザッカーバーグ対その副代表の、いやもう早くプロモーションして収益化するぞっていうのが割れたわ。なるほど。でマーク・ザッカーバーグは自分の信念を突き通して今世界代表する企業。なるほど。ブランドが大事ってことですね。でもそのブランドを作ってる間に、そのスティーブ・ジョブズもそうだし、マーク・ザッカーバーグもそうだし、あいつまたバカなことやってるよ、のんびりのんびりやりやがってよ、何がお前ブランドが大事だ、こっちは金なんだよってバカにされながら、もう周りの奴らはそれで1億、2億、10億で稼ぎまくったわけ、うん、って言っても、ちゃんとブランドを大事にすることが長期的に強いんだっていうことを理解してる人間だけがドーンっていく。なるほど。ここでブランドができたんじゃないかっていう、それはもう感覚なんですか。もうそろそろいける、そろそろプロモーションに移っていけるんじゃないか、そろそろファッションにっていう、その切り替えのタイミングは割ともう、ああ違うこれもあるんですか、指標というか、どんぐらいで。それは感覚が違うな。ブランドっていうのはもうそもそも最初に作った時にできたの。ああ、ほう。それは別に数字とかじゃないですよ。例えばビーツで数字でもないし、周りの人がどういうかでもなく、自分が何を信じてるのかって、だから自分がまず自分一人でどんな素敵な球体を作り上げるのかっていうところからなの。ああ。だから創業者ってのはめっちゃ大事なの。なるほど。どういう、じゃあユーザーからしても美しい、社会的にも美しい、メンバーからしても美しい、それを管理する人からしても美しい、そのどの角度から見てもビーツで美しい。ほう。この球体を作り上げないと、じゃあ実際に、はい、どうですかこの球体って言った時に、もしこれがあのズタボロだったら、なんだろう、え、これダメじゃんってそのまま言われるじゃん。はい。で、みんなこの、え、これダメじゃんを隠して商売始めるわけ。あ、なるほど。そうじゃなくて、ブランドっていうのはもうお尻の穴を見られても綺麗かっていうぐらいの話だから、そこまで細部にこだわる。そうってことですね。じゃあもう初めがもう最初が一番大事。そうだよ。だから僕が一番最初 B2B の仕事やってて、はい、なんかそのすごく来る依頼は、どうやってプロモーションしたらいいですかね、どうやってこれファッションできますかねっていう依頼をすごくもらうんだけど、なるほど。そもそもお前それ全部お客さんに伝えてみ、全部お客さんに伝えたときに、お客さん騙してない？あ、だったら、そもそも球体がそもそも成立しないじゃん。あ、そうですね、最初の段階で。確かに。で、僕はそれに嫌気がさして、じゃあ自分で素敵な球体を作ろうと思ってビートを作った。へぇ、そうなんです、ね、もうほとんどの企業がそう、はい、なるほど。でもやっぱ、素敵なブランドが作れる企業っていうのは、もう最初のその球体がもう美しいんだ。もうあとはもうあれよ、もうバームクーヘンみたいな周りにぐる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 巻いてくる。ああ、なるほど。確かにバームクーヘン、バームクーヘン。だからその事業のすべてを公にしたときに、それでも人がついてくるかっていう。そういうのが一番大事だね。なるほど。それを全部、いやこれ言っちゃったら誰かにパクられたら、なんか人が逃げちゃうからなっていうんだったら、もうそもそもそれブランドとして成立しない。あ、なるほど。だから、その創業のブランドストーリーとかコンセプトっていうのは、みんなこれをファッション的につけてる。ミッションがバリューがとかなんか、いや、そういう印象強いですね。なんか他のそう就活とかしてると思う。そうでしょ、はい、だからそのお前、俺は何がしたいんだっていうその素敵な球体を作って、でそれをプロモーションしていただいて、でそれをファッション化させていただいて、させていただいてっていう、そういう感じ。だからバレるようなことはするなって。はい、ありがとうございました。